電気つけた方がいいね、ちゃんと。と電気をつけた方がいいざます。転びそうになったざます。おはよう、おはよう、世界、グモーニングを。どういうテンションって感じなんですけど、皆様、いかがお過ごしでしょうかって感じです。大佐こんばんはりです。皆さん、ゲーム実況やってみたいなって思ったことありますか？あるみたいですね。それで、ゲーム実況始めようってなっても、なんか一から始めるの難しそうだなとか、なんかお金がこうかかりそうだなってなってる方いませんか？今回はそんな皆様にパソコンを使わないで、なるべく安く簡単にゲーム実況始める方法を教えたいなと思います。まず用意するもの一つ目はゲーム機です。まあ、これがないとゲーム実況ができませんね。好きなゲーム機を用意しましょう。例えば、スイッチとか、Wii U とか、PS4、まあ、最近だと5か、とか、まあ、自分がやりたいものをいろいろ用意しましょう。二つ目に用意するものがモニターです。これがないと映像が映らないし、何も見えませんね。三つ目に用意するものはキャプチャーボードです。まあ、最悪キャプチャーボードなしで、こう、直撮りでなんかやるっていう方法もあるんですけど、それはあんまりおすすめできません。てか、僕は昔そのやり方でやってました。でも、画質が悪くて見づらいし、音もなんか悪いし、まあ、キャプチャーボードがあった方が100倍いいです。4つ目に用意するものはマイクです。これがあるのとないのとでは全然違います。5つ目に用意するものがスマートフォンです。今回このスマートフォンを使って録画したデータを編集アプリで編集したりします。6つ目に用意するものが SD カードです。今回マイクロ SD カードとそれを普通のサイズに、変換する変換アダプターも用意します。はい、ここから準備に入ります。今回使っていくキャプチャーボードは、はい、IO データの GV-HD Deck というキャプチャーボードを使っていきます。まずこのキャプチャーボードの一番の特徴は、パソコンを使わなくても画面を録画できるというところです。これは SD カードとか USB メモリに直接録画するタイプのキャプチャーボードだから、パソコンを使わなくても録画できるんだよね。ただこのキャプチャーボードの欠点は、録画することはできるけど、生配信とかすることはできないんだよね。そこだけちょっと注意かな。まあ、その分安いけどね。で、見た目がね、こんな感じ。すごくコンパクトだよね。まあ、iPhone 11 Pro と、まあ、比較すると、見えないな。僕の撮り方が下手だな。まあ、こんな感じで、まあ、大体同じぐらいのサイズかな。それとこれ嬉しいのがね、これわかる？三色端子のね、変換ケーブルがね、ついてくるの。これがあるおかげでね、なんかスーファミとか64とかレトロゲームを録画することできるんだよね。次にマイクだね。今回使っていくマイクはこれ。じゃん。はい、これ、6年前に Amazon で2000円くらいで買ったやつです。今回 USB 端子じゃなくて、このね、イヤホンジャックに挿すタイプのマイクが欲しかったので、今回はこれを使っていきます。ちなみに今回紹介した商品の Amazon のリンクを概要欄に貼っておきまーす。それじゃあ次に接続していきますか。まずこのキャプチャーボードと電源をつないでいきます。はいと。で、ここがオレンジに光ったので、まあ、電源が刺さった。電源が刺さったって日本語合ってる感じだね。そして次に HDMI インの方にゲーム機とつなぎます。よし、OK。で、今度は HDMI アウトの方にモニターとつなぎます。よし、OK。そしてこの SD カードを、キャプチャーボードに入れていきます。はい、これでキャプチャーボードの接続は OK です。本当はキャプチャーボードにマイクを接続して、マイクの音声を一緒に取ることもできるんですけど、ちょっと編集するときに不便ですし、何より、まあ、正直音質が割と終わってるので、今回は別の方法でマイクの音声を取っていきます。次にマイクの準備です。今回用意したマイクを、机に置いて、それをスマホに挿します。はい、マイクとスマホを接続して、はい、これで OK です。これだけです。はい。キャプチャーボードをもう少し詳しく見ていきましょう。キャプチャーボードのメニューボタンを押すと、この画面になります。記録モードは一番上のフル HD 最高画質にしとくのがいいと思いますが、その分録画容量がね、多くなります。HDMI パススルーは3種類から選べます。パススルーをオンにすると画面の UI が消えるので注意しましょう。逆にパススルーをオフにすると画面に UI が表示されますが、キャプチャーボードの電源をオフにすると映像が映らないので、そこも注意しましょう。僕は録画しない時もゲームをするので常時パススルーをオンにしています。
モードというボタンを押すと録画したデータが見れます。メニューボタンを押すと動画編集とか動画の消去とかできますが、まあ、正直消去以外ほとんど使わないのでここでは割愛させていただきます。ちなみに今更ですが本体の左側の長方形は特に何もありません。これ何なんでしょう一体。それでは実際に録画してみましょう。今回は録画キャプチャーボードで、声の録音はスマホで行うので、それぞれ録画開始ボタンと録音開始ボタンを押しましょう。それでここで必ずやっておくことべき、それでここで必ずやっておくべきことがあります。それは、音合わせです。これをしないと録画された画面と録音した声のタイミングがバラバラで、もう本当に大変なことになります。なので、ゲームの画面と声のタイミングを合わせるために、最初に音合わせをします。例えばこう、カーソルを移動するっていうか、移動すると同時に声を出して、例えば、あ、みたいな。わかる？十字ボタンをこう押してカーソル合わせるの、あって。で、それで、なんかこう、うまく同時に声を出して、あって感じで、声を出して、編集でうまくそこを合わせるみたいな。ちなみにあくまで自己流ですので、そこのところご了承ください。それじゃあ実際に動画を撮っていきたいと思います。これダブルアイテム、ダブルアイテムを引きしてない。お前マジでこいつ最悪すぎる。頼む。いや待って、これビリじゃない、ビリじゃない、マジこれ、これマジビリなんだけど、うわマジかよこいつ、うわーやられた、1万800だったら1万700に戻された。さあというわけで録画持って、今度は編集のフェーズに入っていきます。今回僕が紹介するアプリがこちら、パワーディレクター。まあね、僕はこのアプリをね、使ってね、ずっと編集してきました。まあ4年ぐらい多分、ずっと使ってきたのかな。なので今回はこちらを紹介させていただきます。まあ紹介ってほどでもないけどね、ただ名前を挙げるだけなんだけど、まあ本当はね、もっといいアプリがあるかもしれないけどね、皆さんもここは自分の好きな編集アプリを見つけましょう。で、スマホの編集アプリは、お金を払わないとなんか色々機能が制限されたり、なんか動画の隅になんかロゴが入ったりするので、それが嫌な人はお金を払いましょう。ちなみに僕はお金を払って編集をしていました。まあ、というわけで、ここまでね、まあ、ゲーム実況の撮り方とか、まあ、キャプチャーボードの紹介とか、まあ、いろんな機材の紹介とかしてきましたが、まあ、いかがでしたでしょうか？この動画がね、少しでも参考になれば、まあ、僕は嬉しいです。というわけで、はい。ここまでいろいろ紹介してきましたけど、まあ、正直な話、僕は、まあ、このキャプチャーボードを使って、こう、スマホだけで実況したりするより、ちゃんとパソコンを買って、はい。あのパソコンで編集したり、なんかこうパソコンなんかちゃんとしたキャプチャーボード、まあ、これもなんかね、これもまあ十分ちゃんとしたキャプチャーボードなんだけど、もうちょっとねいいなんか配信とかもできるキャプチャーボードを使ってまあ活動するのがいいなと思います。まあでもそのパソコンを買うまでのなんかそのなんて言うだろうね、まあつなぎとしてこれを使うのはいいと思います。てか僕もそうでした。でもまあお金が貯まったり、まあ、貯まるまでの、まあ、つなぎとして使うのがいいかなと思います。お金が貯まったらちゃんとしたパソコンとかね、まあ、キャプチャーボードを使って、まあ、もっといい感じにしましょう、環境を。だって環境を積み重ねたり、なんかこう、整えたりしていくのも、まあなんか、活動のね、まあ、一環なので、皆さんはまあ、好きに、楽しみましょうっていう感じで、最後は適当な感じになっちゃったね。なんでこんなに適当になったかっていうとね、そのなんかそのキャプチャーボードで録画したデータ良かったんだけど、その肝心のマイクが本当にもうずっともう前のものでボロボロで、録音した音声をいざ聞いてみたらもうすごいノイズみたいなのが入ってて、もう使えなくなっちゃったんだよ。だから終わります。はい、もういいや。はい、終わり終わり。